中田良二は大阪府八尾市出身の野球選手。宇藤左田。JR 東海公式野球部所属。幼少時に3学年上の兄の影響で野球に憧れるが、小学校の野球クラブが4年生以上でないと入部できない規定だったため、小学3年生でも入部できたソフトボールクラブに入る。4年生になると野球クラブにも入部し、ソフトボールと掛け持ちしていた。 中学校は、大阪、八尾市立流下中学校に通い野球部に所属。この時は準公式野球で、ポジションもキャッチャーだった。明徳義塾高等学校2年夏の、第86回全国高等学校野球選手権、大会で、横浜高校の枠井秀明から本塁打を含む3、安打を放ち注目を浴びる。3年時の夏は、松下健太らと共に、 高知大会を突破したものの、タブインの不祥事が発覚したために、大会直前にチームは出場を辞退した。高校通算44本塁打。ブーちゃんというニックネームは、同校野球部監督のマブチシロによって1年時に命名され、以降この名が定着することとなる。アジア大学入学後は、柔らかい打撃を武器に1年春からレギュラーを獲得。 コンスタントに打ち続け、10月13日の東洋大学との1回戦で、史上14人目のリーグ戦、通算100アンダーを達成した。通算97試合出場、370打数103アンダー打率、278、9本類打、42打点。4年春までにベストナインに4度選ばれ、大学日本代表でも活躍した。 明るい性格でチームを盛り上げ、最終学年では首相を務めている。打撃のテーマは軸回転でホームランよりもヒットを打ち、ベースにスライディングして得点する方がかっこいいと語っている。2009年のドラフト会議で中日ドラゴンズから3位指名を受ける。2010年7月に一軍初出場と初アンダを記録したが、同年はその1アンダに終わった。 なおクライマックスシリーズファイナルステージでは、第3戦から登録され、第4戦では9回に、代打で登場して、式を選び、和田和弘のサヨナラ的時打で、日本シリーズ出場を決める決勝ホームを踏んだ。これは、中田のプロ入り初得点でもあった。また、千葉ロッテマリーンズとの日本シリーズでは、第3戦に6番指名打者で、先発出場。 この時は無安打だ,だったものの、名古屋ドームに戻った第6戦に代打で出場し、日本シリーズ初ヒットとなる二塁打を打った。クライマックスシリーズ終了後、中田はチームメイトと共に右翼席のファンに挨拶に向かうが、その途中、中田がジャンプをするとその衝撃で、チームメイトが全員こけるというパフォーマンスを行った。発案したのは、さよならだの和田で、彼によれば、 プリンスフィルダーがサヨナラホームランを打った時にやったパフォーマンスを参考にしたもので、本当は中田がサヨナラホームランを打った時にやる予定だったという。2011年7月29日の対広島東洋カープ戦でプロ初先発出場し、ブライアン・バリントンからプロ初打点となるフェンス直撃の敵にル塁打を放った。2軍では、 同僚の柳田職生との最終戦までも釣れた競争の末リーグ首位打者は逃した2013年故障に泣き23試合の出場で打率238本塁打と打点はゼロに終わった10月17日に右肘の手術を受け国局というり体などを除去した2014年10月1日に球団から戦力外通告を受ける12月2日 自由契約工事された。JR 東海に入社、社会人野球に転じて、プレーを続けることとなった。2016年の学生野球資格回復研修を受講した上で、翌2017年2月7日に、日本学生野球協会より、学生野球資格回復の適正認定を受けたことにより、学生野球選手への指導が可能となった。 2017年シーズンからは首相を務める。ニックネームは、ブーちゃん。体重115キログラムは、日本人選手で一番体重のある選手とされた。巨漢ながら、広角に打ち分ける打撃センスを持ち、50メートルを6.4秒、一塁到達4.14秒で、走るスピードも持ち合わせている。また、高校時代に1週間で、バック点をマスターするなど器用。 身軽な一面もある。守備では一塁手が本職だが、2012年に三塁手、2013年には外野手の守備練習も行っている。本人曰く、自分は聞き手がわからない。野球の時は右投げだが、ドッジボールのような大きな球は、左の方が投げやすいほか、鉛筆は右だが包丁やハサミは、左とのこと。ありがとうございます。